あらまあ、一応柔道大好きなんですね、この方。もうね、本当に一日派でありまして、うん、まあ、最近ちょっと老けてきたような気はするんですが、うん、やはり元 KGB ということで、はい、目つきは非常に鋭い、うん、プーチン大統領なんですよね、はい、で今なぜこのプーチン大統領が非常に注目されているかというと、うん、このウクライナ、はいはい、黒海の近くにあるこのウクライナという、はい、あの元ね、うん、あのソ連、はいはい、ソ連の衛星国であったこのウクライナ、うん、まあ、そのウクライナが、うん、NATO に、まあ、加盟したいと、はい、まあ、NATO と言いますと、うん、北大西洋条約機構、はい、いわゆる西側の軍事同盟なんですけど、うんうん、そこに元、ソ連の衛星国が加入したいということを申し出ていると、うん、はい、まあ、それに対してあの今のロシアが非常に反対をしていまして、うん、まあ、それを阻止しようということで、うん、今そのウクライナとの国境沿いに、膨大な軍事力をね今結集してる、はい、ということがね今報道されております、うん、はい、まあ、表向きプーチン大統領は侵攻するつもりはないなんて言っているんですが、果たしてそれが守られるかどうかっていうのは全く別の問題であります。分からないですよね。本当だよね。さてね、このウクライナ、うん、あの取り巻く情勢についてちょっと、ね、うんうん、一覧にしてみましたので、はい、ご覧いただきたいと思います、うん、どうぞ。はい、これです。まずね、今年の4月、はい、あのウクライナのね、あの東部って書いてますか、頭になってますか、はい、本当に東ですからね、はいはい、うん、はい、ロシア軍と分離独立派の緊張が高まっているということで、うんうん、まあ、ロシアの高官が軍事介入する可能性があるよということで、うん、あの言及をしているんですよね、まあ、ところがあのその月にロシアの国防大臣は、うん、ウクライナ国境付近の軍の撤収を指示しています。まあ、これはあのどっちが本当かちょっと分かんない、裏がありそうですね、裏がありそうなんですよね、うん、軍事介入の可能性に言及をしたということを発表した途端、軍の撤収を指示ということはやっぱりこの前言をね、うん、あの取り消して国際社会へのアピールだったんじゃないかと思って、煙幕張ってるか思います。それと、間髪入れない7月には、うん、アメリカとドイツの首脳が、うん、まあ、会談をし、ロシアの侵略に対抗するための団結に合意をしているんですよね、はい、そして、そんな中で2021年の10月、うん、ロシアは NATO 本部の中でいわゆる外交活動、はい、NATO とのやはりいろんな連絡とか調整とかやっていたんですが、はい、うん、その NATO 本部での外交活動を停止しています。停止したんだね、はい、つまりロシアも NATO とは交渉しないというふうにね、うん、はい、やってしまったんですよね、はい、さて次、11月、うん、ドイツロシア産ガスの供給承認手続きを中断、はいはい、欧州のガス価格は急騰しています、はい、まあ、これアメリカとの会談の中で話し合われたことなのかどうかは定かではありませんが、うん、はい、このドイツがこのロシアのね、あのいわゆる、うん、まあ、重要な、まあ、輸出物である、うん、ガス、天然ガスがロシアの大きな、はい、やはり産業なんですけど、はい、それの供給承認手続きを中断するということになってしまって、はい、まあ、当然なら、まあ、ガスが入ってこないからガスの価格は急上がりしますよね。それはそれとロシアは自分たちのガスがね、うん、その、欧州に、ね、今までのようにどんどん出すことができなくなってしまったんですよね、うん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 、いわゆる経済的な締め付けに当たると私は見ています、うんうんうん、そして12月、今月に入って、うん、欧米5カ国が、うん、ロシアに、まあ、ウクライナへの侵攻を懸念し、うん、緊張緩和を、ね、求めているということなんですが、うんうん、まあ、先にこのロシアが、ね、4月に、国境付近からの軍隊の撤収を指示していると言いながら、うん、実際には、うん、動かないと、動かないどころかどんどんやはり入ってくる、はい、部隊を展開しているんですよね、はい、
まあ、当然ながら今はもう衛星でそういったのが分かりますんで、はい、それを見てやはり欧米5カ国は、このウクライナの侵攻はね、うん、ぜひもうやめていただきたい、こういった軍事的侵攻はしてほしくないということをね、はい、求めているんですよね、うん、そしてアメリカのバイデン大統領、うん、先日のね米ロ首脳会談、うんうん、まあこれインターネットを通じてやったんですけど、うん、その中で、まあ、ロシアがウクライナに侵攻すれば、うん、強力な対抗処置を取ると首脳会談で伝えたということでございます。あ、怖いね、うん、だからこれねどん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 なんか引火点に近づいてるような気がするんですよ。本当です ね、まあ、この強力な対抗処置とバイデン大統領は言っているんですけど、うんうんまあ、元ちゃんはもしロシアがこのウクライナに侵攻すればアメリカはどのような強力な対抗処置を取ると思っています？だからね結局見過ごすわけにいかないじゃないですか、はい、こうそこからまたあそこもほら核とかたくさんあるじゃない、はい、これがまたそういうふうに使われたら世界中におかしくなるじゃないですか、はい、そういう意味ではやっぱりなんかね強力な体制でロシアの侵攻を止めるような形で動くと思うんですけどね、はい、さて、まあ、そういった中で、うんロシアは逆にですねこの NATO 諸国に対して、うんうん、いわゆる1941年のアメリカが日本に突きつけた春ノートのような形で、はい NATO に対して要求を、ね、突きつけているんですよ、はい、でこの要求というのが以下の要求でございます。フリップをご覧ください。と、はい、まず1番目旧ソビエト連邦崩壊後に、うん NATO へ加盟した国々は、うんロシアにとって脅威となる地域に部隊や兵器を配備してはならない。つまりロシアの、ね、衛星国、うんね、もしロシアの、まあ、一部だった国々に対してですね、うん、いわゆる NATO 北大西洋条約機構、はい、西側の国がそこにロシアを攻撃できるような武器などを、ね、配備してはいけないということで、うん、バリアを張ったわけだ。そうです。つまり今までねこの先に加盟をして、うん部隊を展開している国々から、うん、NATO はこの武器をね、うん、引き上げないといけないということになるんですよね、うんはい、それと2番目、うん NATO 加盟国はそれぞれの領空領海のほかに、うん、重爆撃機や艦船を展開してはならないということで、例えば NATO の、ねまあ、中心であるイギリスやドイツなどが他の国、うん、NATO の加盟国に、ね爆撃機や船を、ね、送ってはいけないというふうに言ってるんですよね。守りないってわけだね。そう、自分の国だけにしろ、うん、俺たちの近くに近づくなということでございます、うんうん、そして3番目、このウクライナの NATO 加盟を認めないということ。なんじゃこれ本当に。これはもうどう見てもね、うん、春ノートそのものなんですよ。やばいじゃないこれ。NATO 諸国にとっては、うん、もうどれ一つやっぱり認めるわけにはいかない。うんうん、だってね3番目のウクライナの NATO 加盟なんてこれウクライナの自由でしょうと。はい、それをなんでねロシアが勝手にこういうこと言うんだっていう。自分のものと。ですよね。それと NATO 加盟国。これ NATO っていうのはねお互いで条約を結んで、うん、お互いに軍隊をね派遣し合ったりしています、うんはいはい、ですから例えばイギリスがドイツに部隊を送るのもダメだと、うんあらーはいね、逆にドイツが他の NATO 諸国に、戦車部隊や、ね、陸上兵力を送るのもダメだということで、うん、その国の中だけにしろというふうにロシアはいわゆる要求してるわけなんですよね。あ、まあ、こういったのはまず飲める状態ではないと私は見ているんで、ねうん、まさに、1941年の春ノート、うんうん、当然日本はこれを受け入れることができずに、うんその年の12月8日に元ちゃん開戦しましたよね、うんですからまさに歴史は繰り返すという感じでね、うん、私は非常に似通ってるなというふうに思って
ております。恐ろしい状況になってきてるわけだ、はい、いやこれ本当に危険ですよ、はい、源ちゃん、うんうん、はい、まあ、そういった中でね、今、日本にはこういった危機がほとんどやっぱり伝えられていない中で、うん、これが今後第三次世界大戦の私同化戦になるんじゃないかっていうふうにやっぱり危惧しているんですよ。いやだな本当に。ですからまあ日本の、ね、メディアとか、ね、平和学者憲法学者本当にお花畑で、うん、ね、ヨーロッパのことなんか全然気にもしていないようなんですけど、はい、やはりヨーロッパで起きていることは、ね、うん、極東でもやっぱり波及してくるっていうふうに私見ているんですよ、ね、うん、はい、世界中はもうリンクしてますからね、はい、まあ、ですからこういった今の状況っていうのをまず把握した上で、うん、ロシアが、ね、何をやっぱり狙っているのかというところをね、はい、次のコーナーでやはりやってみたいと思います、はい。